名阪近鉄バス、名阪近鉄バス株式会社、名は、金近鉄バス、名阪近鉄 CO、LTD は、近鉄グループの中間持ち株会社三重交通グループホールディングス、傘下のバス会社である。本社を名古屋市に置き、名神ハイウェイバスを運行するとともに、岐阜県大垣市を中心にして70両余りの路線バスを走らせている。また、愛知県、 岐阜県、三重県の三県で貸切バス営業を行っており、在籍する貸切車は190両を超える。1930年に大垣自動車として設立され、同じ地域にあった養老電気鉄道、現養老鉄道養老線の参加となった後に、近畿日本鉄道の100%子会社となった。その後、近鉄グループのバス事業再編に伴い、 2007年10月1日をもって営業エリアが一部重複する三重交通を傘下に持つ三重交通グループホールディングス当時三考ホールディングスが株式交換を行ったことでその子会社となった1930年に大垣自動車として岐阜県大垣市で創立その後幾度かの合併を経て岐阜県西部に路線を拡張するとともにすでに 大阪電気軌道、三宮急行電鉄、現在の近畿日本鉄道の子会社となっていた、老電鉄、現、養老鉄道養老線の参加に入る。戦時統合を経て、すべての発行株式を近鉄が取得し、完全に近鉄グループ参加となる。近鉄参加となって、以降は、1956年に、名古屋市で観光バス事業を行っていた、 同系列の中京観光自動車を九州合併。名古屋に進出すると同時に本社を名古屋市に移し、東海3県での観光バス事業を開始した。1958年に社名を名古屋近鉄バスに改称。1960年に全線開通したいぶき山ドライブウェイの建設にも関与した。その一方で1964年に、 名神高速道路が開通し、この道路を走る高速バス路線を、国鉄、現 JR 東海バス、西日本 JR バス以外に、数多くの民間会社が計画し混乱した。この混乱を収集するため、運輸省、原国土交通省による調整の上、日本急行バス、名鉄、京阪、阪急、大見鉄道などが、出資と、日本高速自動車、近鉄、阪神、 南海の三社が出資の二社に、集約の名神ハイウェイバス運行を行うことにした。しかし、その後新幹線の開通や、マイカーの普及などで乗客が低迷し、日本高速自動車は、近鉄の単独出資の会社となった。同様に、日本急行バスも、名鉄の単独出資となった。その後同社は、名古屋観光ビッから名鉄観光バスを経て、現在は、 名鉄バスへ高速バス事業が移管された。1980年代以降の遠隔は年表にまとめた。廃止営業所、意味か、ピタッパ、とか、マナコなどの IC カードは利用できない。長らく全社日野自動車日野車体制で揃えていたが、2009年にイスズ自動車の L がお二台購入。さらに2014年6月には、初のハイブリッド車両として、 エルガハイブリッドを1台購入し、若森営業所に配置された。路線車は大型10.5メートル車と中型車を中心に導入。一部は他社からの移籍車である。最近では路線バスの出口付近に、名阪近鉄バスが三重交通グループホールディングスの傘下に入ったことを示したの3個のステッカーが貼られている。貸切車はハイデッカーを中心に導入。 貸切車は、路線車と違いすべて、日の自動車製の車両で統一されている。近年では、全国的に数少なくなった豪華観光バスも在籍、ロマン E、コーの愛称で運行する。また、J リーグ名古屋グランパス選手専用及び FC、寄付選手専用の特別車両も含んでいる。高速車は、貸切車からの転用車が多かったが2011年に3台が、新車でシるべされた。 高速車の新車導入は2002年以来9年ぶり。2016年10月現在、高速車は順次新車が導入され、全9台中8台が AC100V 電源と化粧室が取り付けられたものになっている。また、2016年に名古屋営業所へ導入した貸切車の一部にも AC100V 電源が装備されたものもいる。塗装は、一般線用は白と、 赤、オレンジを基調としたもの、1993年、登場。かつては近畿日本鉄道、現、近鉄バスが1980年代まで使用していた、2世代前の塗装と同じデザインだった、色合いは若異なる。なお2014年には復刻デザインとして、若森営業所所属の日の、ブルーリボンシティ1台がこのカラーをまとい、さらに前面には、日野の旧マークである、 ウィングエンブレムも付けられ、後輪には当時の車両のようにカバーが装着される。貸切車はいくつかのカラーリングがあり統一されて、いないが、ベージュに赤、オレンジ、茶のライン、三重交通貸切車の旧塗装と、色違いがせれている車両が多い、他には白を基調に大きく K の文字を入れたものと、黄色地に踊るように丸シックでき鉄と入った、ピクニック塗装。高速車は、 日本高速自動車時代に採用された白と赤、オレンジの塗装が長らく使われていたが、貸切車からの転用車は、貸切時代の塗装をそのまま使用しており、2011年導入の新車も米術の貸切塗装になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。